いらっしゃいませ。ようこそドリームクラブへ。皆さん当店自慢のホストガールの方々ですから、歌がお上手なのは当然です。皆さんが歌うのを見ていると、私も歌いたくなってしまいます。一緒に過ごす女の子を指名してくださいね。ご指名はみやびさんですね。かしこまりました。女の子のコスチュームにご指定はありますか？お好みのアイテムを選んでくださいね。女らしくていいですよね。かしこまりました。それではこちらへどうぞ。迷ってるけど、見捨てずしっかり考えてる。
指名いただきありがとうございます。お待たせして申し訳ございません。本日もよろしくお願いしますね。足りてないと思うので、そういうのを出したいんです。
ありがとうございます。それでは、いただきますね。上手な食べ方ができないので本当に苦手なんですよ。そろそろお時間のようですけど、いかがいたしましょうか。ありがとうございます。それでは引き続きお相手よろしくお願いいたします。喋るしかできないって周りから見たらどうなんだい。それってつまり手話にもかけられてないって意味じゃないのかい。それはそれで寂しいね。寂しいもんだね。それは俺に聞いているのかい。不貞を働く輩を俺は許さないよ。こういうお店だし、聞きたくなる気持ちもわからないでもないけどね。定宿から反したら男も女も立っちまうよ。寂しいね。
仕方ないね。また一緒に飲もうじゃないのさ。ボトルが残っているみたいだね。お店の方に置いておくよ。